イオンモールとナミは富山県都波市にあるイオンモール株式会社が管理運営するショッピングセンターである。ここでは全身である糸は、ん、都波ショッピングセンターとナミコスモタウン21についても述べる。1974年10月に糸は、ん、都波ショッピングセンターとして開店。もともとは、都波駅前に建設することが計画されていた。 商工会議所会館の地下1階から地上3階に入居する予定だったが、地元商店街の猛反対や用地確保が難航したため、新富町に開店することとなった。売り場面積4476平方メートル。糸藩の他に専門店が5店舗入居し、屋上には100台分の駐車場も完備されていた。その後、糸班がジャスコに買収され、糸は、ん。 ジャスコトナミ店、北陸ジャスコトナミ店と解消し、一点及び建て替えのため閉店。1989年に、前述の旧店舗の約2から3倍の規模の商業施設として、計画に着手し、1992年11月21日に、並市中心部の中上地区一角で、前述の旧店舗より道路を挟んで、 北側約150メートルの新富町に開業したショッピングセンターとミコスモタウン21の各店舗としてジャスコトナミ店の名前で開業その後イオントナミ店に改称。隣接地を取得し再び建て替え増を図るために閉店となった2013年2月28日閉店前述のコスモタウン及びイオントナミ店の跡地に旧店舗の約4倍となる 約3万3000平方メートルの総鎮帯面積となるイオンモールと波が建設された。開業時、専門店99店と各テナントのイオンスタイルと波で構成され、計100店舗中富山県初出店は28店舗で、内北陸初出店は17店舗となった。イオンスタイルと波を各店舗とし、99店舗の専門店が入居する。ありがとうございます。